はい、今回もやっていきたいと思います。ここ最近の動画のね、時間を見ると分かると思うんですが、同じ時間帯にやってるということですね。今回はね、ほとんどねスイッチの、盤面についている録画ボタンで、30秒ずつ撮っている動画を継ぎはぎしてお送りしているんですが、今回もなんです。今回はいろいろ新しいキャラクターが出てきているので、そちらの方をお送りしたいと思います。まずは、夜になると、出てくる、幽霊のゆうたろうっていう子が出てくるんですが、そちらの方をまずお見せして、その後、手に入れたアイテムでをちょっとね、お見せするっていう感じでやっていきたいなと思います。でゆうたろうに関してはその後ねもう一回出てきたりとかしてるんで、まあめんどくさいけれどもね、夜につなげば毎回出んのかね、ちょっとわかんないんですけど、で、やるとね必ずアイテムをもらえるんで、なるべくやった方がいいのかなーって思います。はい、じゃあまずはゆうたろうと出会った最初の頃に戻りたいと思います。そっちはね、確か普通に撮ってる時なんで、まだ帰ってきてね夜だったんで、すぐに、繋いでね、撮影しました。その分をご覧ください。どうぞー。はい、というわけでね、ちょっと若干の取り逃し、どうやら夜歩いてたらこのゆうたろうっていうのが出てきて、なんかね新キャラだったんで一応撮っておきました。今回は新キャラ特集ということで、この子はどうやらね、その魂が集めてこいっていうのがあるので、それで、網でね取ってこいと、そういうことなんですけども、網で魂って取れるんですね。でまあ取ってるところは全部カットして、返すところをお伝えします。5玉返せばいいみたいです。そうすると本来のゆうたろうに戻ると。かわいい。で、毎回これをやるたびに覚悟を差し上げましょうと。で持っていないもの、もしくは高価そうなものをもらえるので、毎回これやった方がいいような感じしますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ゆうたろうはね、魂を虫網で取るという面白いイベントなんですが、そんなに難しくないんでね、今後もやっていってアイテムを取っていきたいと思います。では、最初にね、今回ちょっと動画の方にしてない方のアイテムをお見せしたいと思います。もう一個はね、ちょっとどこ行っちゃったかわかんないんだよね。で、もう一個ね、やったゆうたろうのイベントでもらったのが、このグリーンの小花柄の壁紙。言いづら。高価なものかなんかで交換したら、これが出てきたんですよね。これが、こんな感じ。高価そうではあるんだけど、なんかねって感じ。マグの趣味に合わないよね。でも高いって言うからしょうがなくつけよう。というわけで、これがゆうたろうからもらった壁紙。このようにね、壁紙とかもらえるんでね、今後もゆうたろうが出てきたら積極的に話しかけてみたいと思います。はい、というわけでまずはゆうたろうネタでした。ゆうたろうネタってのもあれですけど、で、その後にね、ジョニーの2回目もまた出てきたんですが、そちらの方もね一応動画撮ってあるので、そちらも映したいと思います。ただね、ちょっとね、ジョニーがね何くれたんだかね、もう忘れちゃったんだよね。これか。でもあれなんだよね、何をくれたのか忘れちゃったんだよね。これを取らなかったんだよね。なので、今後ねちゃんと取っておきたいなと思います。でまずジョニー2回目も結局同じように通信装置を集めるっていうだけなので、そちらの方の動画も撮ってありますので、30秒動画をご覧ください。どうぞー。オーマイゴーシュってやつね。はい、というわけでまたお前か。これは新キャラではないんですけど、ジョニーも毎回こうやって相談しに来るんですかね。まあ、やることはいつもと変わらないんですが、こうやって毎回毎回、遭難するので、毎回毎回助けないといけないと。
や、なんかもらえるんでやっぱりやった方がいいかなとは思います。めんどくせえけど。あ、いつもの、あ、いつもの、あ、オーマイゴーシュね、もうで、またこの後のやることはね、通信装置を、ね、探すっていうやつなんですけど、これに関してはね、いつもと同じことをやるだけみたいですね。毎日遭難するのかどうかは分かんないんですけど、もうこれもね、なんかもらえるんで、その都度やっていきたいなとは思います。で、まあもう、もはや拾ってくるところは全カットですけど。で、これで通信装置を全部返したと。で、これで、次の日だったかな、そう、ほら、後日お礼の品を送りますって言ってるので、ポストに入ってたと思います。なのでね、これも毎回やりましょう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回はさらに追加で、チョイっていう、まあ今回一緒に島に来た猫のチョイっていうのが、リアクションを教えてくれたので、その動画も合わせてお伝えしたいと思います。これですよね、これを教えてくれたんです。これの模様もどうぞ。はい、で今回はこれは新キャラ、あ、マグロミッケーだって、かわいい。新しい技を教えてくれたので、このほら花畑が出るやつあるじゃないですか、これでリアクションっていうのを教えてもらえるので、というわけでね、こうやって話しかけるとリアクションを教えてもらえるそうなんで、これもほらかわいい。はい、というわけでチョイから教えてくれたリアクションでした。今後もね、いろんな人が教えてくれるようになるんだろうと思います。ここら辺を埋められたらいいな。で、さらにもう一つ、いつ来るのかちょっと不定期なのかわからないんですが、ラクダのキャラクターも追加されてました。まさにラグを売ってくれるそうなんですが、マグはそういうのに疎くって何かわかんないんですよね。要はまあ床とか壁紙とかの新しい素材を直接売ってくれる人なので、ぜひ今後ともね買っていきたいなと思います。ただ中身がね何か分かって買うものではなさそうなので、ランダムで買っていきたいと思います。ではその模様も30秒動画の方に入ってますので、30秒動画編集をご覧ください。こんな感じで、こんな感じで使いたいね。はい、さらにまた新キャラローランね、あのホストなんでしょうかね。床に敷くラグを売るお仕事、まあ、ラクダがラグをくれるんだね。スモール、ミディアム、ラージ、柄は買ってからのお楽しみ。不思議な壁紙、不思議な床、こういうのをね売ってくれるんで、毎回買いたいなと思います。まあこんなのをねコンプするつもりはないんですけど、まあ出たとこ勝負でいいのがあったらその度にね変えてもいいのかなと。これもね、動画の方で、どんなのかご紹介したいなと思います。そんなにね高い金額でもないんで。ね、引き換え券に釣られて、まあこれぐらいの金額ならね全然いいんですけど、このローランがねいつ来るのかっていうのはちょっと分かんないんで、毎日来るんだったら毎日買うことはないかな。でちゃんと全部買ってあげてますけど、で今度は不思議な床、それでいいかってその言い方。じゃあまあ今後も買っていきたいと思います。はい、というわけで帰ってまいりました。ではじゃあ早速、中身がね何か分かんないんですが、いろんなものを買いました。そしてもうすでに実はこのここに置いてあるこれがそうなんじゃないかな、これ
青いキッチンマット。どこに敷いとんねん。これ意外とね、ちゃんと置いてくんないんだよね、いつも。ほら。なので、ちゃんと置いてくれないときは、こうした方がいいのかな。で、回す。ほら。で、掴む。こんな感じかな。なのでね、こういうふうに難しいやつは、下ボタンを押して直した方が早いです。で、さらにもらったのが、なんだっけ、これか。ビターチョコな壁。はい、ビターチョコになりました。甘ったるそう。ちゃんと銀紙があるのがいいよね。で、あと他にもらったのがこれかな。モノクロピータイル。これは床だね。はい、これは不思議な床。チェスでもすんの？で、さらにもう一個もらったのがこちら。廃墟の床。怖っ。牢屋みたいになっとるやん。というわけでね、こうやっていろいろ変えるみたいなので、今後もね、こういうの買っていきたいなと思います。でもこういうのにセンスがないんよ。どういうのが部屋に合うのかとかさ、全くわからんのよ。というわけで、これが、ローランだっけ、ローランからもらったんじゃない、買ったラグでした。はい、というわけでね、動画と動画の間のブリッジ的に、30秒動画を挟むというパターンもやってみました。ね、朝起きた時にね、何もニュースがないっていうバージョンもありますし、もしかしたらね、今後とも、風船でね、撃ち落としたやつの家具とか、あとは、なんだっけ、流れ着いたメッセージボトル、ああいうのとかもね、30秒動画で、動画の合間合間に足していく、そういう形でやっていきたいなと思います。で、今回は、いろんなね、ものをお伝えしたいなと思って、新キャラとかをね、お伝えしたいんですが、今回は、メッセージボトルなさそうかな。だいたい毎日1個あるんだよね。だけどないかな、こりゃ。あ、あったあった、ほら。ね、毎日、1日1個はね、メッセージボトル流れ着いてるんだよね。もっと多いのかな、もしかしたら。今回は何もらった？そこのラッキーなお前。こないだマラソンでランナーズハイになったんだけど、その時にこんな DIY レシピが降りてきたんだ。筋トレしながらでもすぐ作れるから、お前にも教えてやるぞ。絶対作ってくれよな。伝説の職人、春巻きより。ね。いらない素朴な DIY 作業台はもう知ってるや。というわけで、こういうパターンもあるんですね。なんだつ。もう覚えてるやっていうパターンもあるのか。それは知らなかったな。はい、じゃあ、先行こう。今回は、きぬえさんがいらっしゃるんで、きぬえさんところ行きましょう。で、さらにね、ちょっとね、地面がたまに光ってる時があるんですよね。まだちっちゃいか。この前にね、花とかを置いといて分かるようにしてるんですよ。ただ今後はほらこういう風にわざと置いといてね。よし、じゃあ絹江さんのイベントをやって今日は終わりたいと思います。これが絹江さん。絹代だった。絹江って言ってた俺ずっと。いらっしゃいませ。あら、この間お店ですれ違った人よね。うち絹代って言います。ごめんね、名前ずっと俺絹江って言ってた。豆ちゃんやつぶちゃん、たぬきちさんとは昔からの知り合いなんよ。この喋り方がかわいい。お、関西弁なの？まあ、過去作品でも出てきたんでしょうね。やっぱり洋服でしたね。今回そのご縁もあって、こうしてマグマグマグランドに服や、服やなんかを、どういうこと？売りに来させてもろてます。やっぱり関西弁。ゆくゆくはこの島にお店を出せたらええなーとも思ってるんですけど、まずはお客さんを作らんことにはね。ということで、きっとこの人のためにお店作れるイベントもありそうです。
あ、不定期なんだ。そっか、じゃあ毎回いるわけじゃないんだね。週に何度か寄らせてもらいますんで、今後ともよろしくお願いしますねーと。関西弁を間違ってると思います。よし、じゃあ見ます、見ます。大喜利ほなこれのね、言い方のアクセントはわからんのよ。バスケシャツ、アノラック、花柄スカート、ハーフパンツ、 T シャツ、ワンピ、ペイズリーのバンダナ、くちばしだって、三つ折りソックス、ウォーキングシューズピンク。いやー、全然いらんわなんか買ってあげたいけどいらんわ。買っちゃう、緑だから買っちゃう。大きに、もういいです。え、毎回なるべく違う商品を持ってくるつもりやし、また来てちょうだいね。商いに来る日は朝一番から来て、夜も10時頃までは頑張るつもりなんで、今後ともごひいきに。なるほど、まあたぬき商店とほぼ同じかな。じゃあ今度はこのピズリーのバンダナにチェンジ。で、ここ最近のね、30秒動画では多分こっち来てると思うんで、これに着替えよう。あら、かわいい。お掃除中みたいになってる。ね、で、新しく買った、ビニ傘。ね、センスなしということで。本当にね、センスがないんよ。ね、言葉映っちゃうけど。いやいや、参っちゃうね。で、今はね、こうやっていろいろやってるんですけど、どうしようかな。次の動画の後からね、多分ここら辺変更されてると思います。まあね、フレンドはいるわけじゃないんで、こっから来た人たちがね、こうやって来る際に、こういう道のりにしようかな。ね、この道を作っていきたいんですけど、今のところ DIY でね、道を作るのはないんで、その周りをね、お花畑でこうくくっていこうかなと思います。まあ、そこら辺の動画は、多分作らずいきなりドンと出てきてると思います。まあ今回はこんなもんでしょうかね。新しい人が来ましたよみたいな、そういう動画にしたいなと思います。おう、よし。じゃあ今回はね、こんなもんだと思うんですけど、短いかもしれないですね。30分はいかないかもしれません。というわけで、今後ともこういう新キャライベントはまた30秒動画の方で撮っといて、後で一気にお見せするっていうスタイルでいきたいと思います。あー、ごめん、撮っちゃった。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。チャンネル登録、コメント、高評価いただけますと、マグの無人島生活は楽しくなりそうです。そして今ちらっと風船が見えた、風船が見えた。今もう閉めようかと思ったんですが、ちょっと待ってくださいね。ほら、このこれをね、あ、危ねえ危ねえ、これ雑草で消えちゃう場合あるんだよね。危ねえ、これ、ね、雑草あったら消えちゃうの忘れてたよ。危なかったよ。 DJ ブース、マジか。マグが DJ に、そんなかっこいいことになっちゃいます。まあ、それをね、演奏できたりはしない、ただの家具なんだろうけれどもね。ちょっと DJ になっちゃおうかな。ヘイヨーって感じですか ?DJ ブース。わお。あ、おい、何これ。あ、なんかあんの？登録。登録できる曲を持ってないよ。あ、音楽を買わないといけないんだ。あの、ケケなんとかとかを。買えばいいの？やばい、ちょっと延長、ちょっとじゃあ一旦買ってきます。はい、というわけで、買ってこようと思ったんですけど、売ってるのは、音楽を売ってるのがね、たぬきショッピングだったんで通販なんですね。なんで、またいつの日か、DJ ブースで遊ぶ、そういうのができたらいいなと思います。なんかね、あるんですね、ほら、登録みたいなね。だからこれで登録していきたいなと思います。なんだ、音楽も買わなきゃいけなかったんですね、やっぱりね。うん、まあでもそれは今後そういうのを買っていきたいと思います。いいもん手に入れた。
というわけでね、さっき一回締めようと思ったのがね、なんか長く延長になってしまいましたので、もう一回締めたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録をいただけますと、マグの無人島生活が長くなってくると思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。面白かった。よし、音楽買おう、今度から音楽。